5用のレンズとして私は3本の X マウントレンズを導入しました。いずれもリーズナブルでジンバルでの撮影に適したレンズです。フジノン XC15-45mm F3.5-5.6OISPZ、 35mm 換算 23-69mm をカバーする標準ズームレンズです。 135g という圧倒的な軽さ、しかも 23mm スタートのズームレンジが魅力です。さすがに低照度下での撮影は厳しいだろうと思いましたが、 XT5 なら意外にもノイズ感も少なく撮影できました。フォーカスリングは幅が狭いのでズームリングに触れてしまうこともありましたが、割としっとりしていてピント合わせしやすいです。ズームリングはリングというよりレバーといった方が正解かもしれません。ズームスピードが速すぎるので変えられると良かったですね。光学性能は 4K なら問題ないレベルだと思います。私は画面中央部さえしっかり解像していれば OK なので十分でした。とはいえ絞れば周辺部もかなりいいですね。フジノン XC35mmF2 35mm 換算 52.5mm の標準レンズです。こちらも 130g という軽さが魅力で、 F2 という明るさや 35cm まで寄れる万能な標準レンズです。 XC1545 とほぼ同じ重量なのでジンバルのバランスを取り直すことなくレンズ交換が可能な点もいいですね。低照度下の撮影には威力を発揮しますし、当然ながら背景ボケを生かした撮影にも最適です。フォーカスリングは十分な幅があり、しっかりフリクションを感じられますのでピント合わせしやすいです。光学性能は 6.2K でも問題ないレベルだと思います。このレンズは非常にコストパフォーマンスに優れていますね。 7RTizans12mmF2.8 35mm 換算 18mm の超広角レンズです。明るい超広角となると重量化は避けられないのですが、このレンズは 290g という軽さを実現しています。ジンバルでのダイナミックなカメラワークに最適で、都市景観を撮影する私の用途においては非常に有用な一本です。フォーカスリングはフィルム時代のレンズのように滑らかでピント合わせしやすいです。絞りリングはクリックレスなので映像用途に向いていますね。光学性能は 4K でも問題ないレベルだと思います。いずれも小型軽量なレンズで安価な割に光学性能は申し分なく、夜の撮影でも色収差が少なく感じましたので、ジンバルでの運用には最適な3本かと思います。特にフジノンの2本は 4K の撮影ではほぼ色収差が気にならないレベルかと思います。以上、ご参考ください。ご視聴いただきありがとうございました。